モハメド・オスマンジャワリ、ソマリ語、マクスムド・シスマンジャワリ、アラビア語、英語、モハメド・オスマンジャワリ、1945年12月7日体は、ソマリアの政治家。ソマリア連邦議会議長、大統領代理などを歴任した。ソマリ語、アラビア語、イタリア語、英語、ノルウェー語が話せる。1945年12月7日、イギリス軍の占領下にあった。 イタリア領ソマリランドのアフゴーイで生まれた。出身氏族はラハンウェイン。ソマリ国立大学の法学部を卒業後、弁護士として活動していた。第三代大統領モハメドシアドバーレのもと、1989年から運輸省、1990年9月から1991年まで、労働省を務めた。ソマリア内戦が始まった後の1991年に、 ノルウェーに亡命し、教師として暮らす。ソマリア帰国の数年前まで、トロンハイムで、ノルウェーディアスポラの代表格として時々声明を発表していた。2011年9月、新ソマリア憲法基礎委員会の委員長に選出された。2012年8月28日、ソマリア連邦議会で議長選挙が行われ、一時予選後、他の候補者が立候補を辞退して、 じゃわりに決定した。民主的に議会議長が選ばれたのは20年以上ぶりのことだった。これにより、正式な大統領選挙までの約3週間、暫定大統領を務めることになった。2014年10月7日、1991年以降、事実上廃校となっていたソマリ国立大学の再開を表明した。ありがとうございます。